はい、どうもピアです。今日はですね、千葉県木更津市にあります木更津キャンプというところに来ておりまして、めちゃめちゃ景色が良くて穴場キャンプ場ですね。ラップにも非掲載ということで、本格的にオープンしたのが2022年の4月頃ということなんですけど、潮干狩り場をキャンプとして活用するということで、天気良かったらあっちに富士山を見えると。で、夜はアクアラインのこのね、夜景が綺麗で、 Google マップで調べて見つけたんですけど、今年は土日祝しか営業されてないみたいなんですけど、平日とか貸し切り系のイベントもできるってことなんで、ぜひご相談くださいということでした。ということでね、早速行きたいと思います。ここの駐車場、コンクリートの駐車場あると思うんですけど、ここは潮干狩り専用の駐車場ってことなんで、キャンプの方はそこの受付を越えてから駐車場もありますと。で、土曜日なんでお客さんが十何組か入られているということなんでね、迷惑かかんないように撮影していきたいなと思ってます。フリーサイトと区画サイトありまして、区画サイトが海沿いになってます。ガイドしながらお伝えしていきます。美味しそうなんだなこれね。このレストランのやっぱ海苔が有名ということなんでね、そういったアサリカレーさね、後で食べて帰ろうかなと思ってます。こんな感じ、料金はこんな感じになってますね。でね、一個お伝えしとくと、海沿いということもあって風がちょっと強めになってます。なのでタープとかテントとか、単造ペグとか強めのペグで長めのペグを持ってくる方がいいと思います。じゃあちょっとトイレから行ってみたいと思います。あ、綺麗じゃないですか。すごい綺麗よ。海が、海眺めない。洋式の水洗で、ウォシュレットはないからちょっと冬はひんやりするかなって感じですけど、というかレストランのとこかな。屋根付きのとこもあるんですけど、ここ利用する場合は有料で、お貸しすることもできるということです。すごく雨降ったりとかなった時に避難所として小屋みたいなところが何個かあるんですけど、そこも使うことも可能ということで、まあそれはちょっと天候とか次第っていう話でした。でですね、ご説明しますと、こっち海沿いに、で、海沿いに区画サイトが今後並んでますと。で、この青ポールみたいなのが立ってると思うんですけど、そこからこっち側がフリーサイト。なんでフリーサイトと区画サイトに分かれてますと。で、区画サイトの海沿いのサイトに関しては、車が横付けできないんで、あっちのね、緑のポールが立ってると思うんですけど、あそこに車を止めますと。荷物の積み下ろしとかは車を置いてすることができるってことなんで、荷物の積み下ろしが終わったら、緑ポールのとこにやるという話です。じゃあ区画の方から見ていきたいと思います。まあ区画ね、多分方法埋まってると思うんで、土曜なんでね、なるべく迷惑かかんないようにね、景色とか伝えられるかなと。これやばくないですかこの景色。ちょっとびっくりしますけど、こんな感じですよ。こんな感じで。今日土曜日なんですけど、夕方ぐらい渋滞始まるんですよ。赤ラインの帰り、上りの方が渋滞始まるんで、渋滞始まるとすごいね、夕焼けと夜になるにつれて渋滞がいい感じのネオンでね、綺麗になるという話でした。またちょっとキャンプしに行きたいなと思います。サバティカルのモーニングクロリー、かっこいいっすね。区画サイトの広さは9メートル ×9 メートルということなんで、なかなか広々としてますね。今映してる方がフリーサイトです。だからすごい平坦だし、景色もいいから、イベントにはいいんじゃないかなと思って、近い将来ここで貸し切りイベントをやりたいなと思ってます。で、夕日があっちに沈んでいくんですよね。今ね、時間で言うと2時ぐらいなんですけど、あっちに沈んできてると、またね、景色がガラッと変わるんで、富士山という夜景がね、見えるのは圧巻です。気持ちいいですね。まあ、このようにね、広々とした平坦で、現在ね、1日26組しか入れてないんですよ。専門的な話をすると、5000坪ってことは約3倍だから1万5000平米あるんですよ。1万5000平米で26組って、めちゃめちゃゆとりありますよ。このように、土曜日でこんだけ天気が良くて、このサイト数なんで、人気が出るんじゃないかなと思います。はい。感想なんですけど、めちゃめちゃ気に入りました。海が見えるところって、やっぱりこう空が広いっすよね。このように。空がすごい広いです。で、富士山も見えるし、アクアラインの絵みたいなのも楽しみながら
キャンプすることができる。このロケーションは多分ここでしか味わえないですね。地面はね、全部芝生になってますよね。ふかふかだし、傾斜もないので、すごいいいです。またちょっと今度はキャンプしに行きたいなと思います。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。